軍を構成する自治体軍の民族分布付きバナト軍はセルビア北部ボイボディナ自治州にある軍である。セルビア、ボイボディナの北端バナト及びバチュカ地方の一部を含む2002年の国勢調査による人口は165,881人である。軍の中心都市はキキンダである。軍には7つの基礎自治体がある。このうちオノビクネジェバツと 基金大以外では民族的にハンガリー人が多数派を占めている。バチュカ地方とバナト地方の境界線はティサ川であるためカニジャ、センタ、アダノ3自治体はバチュカ地方に属している。軍は多民族が混従しており2002年の国勢調査によるその内訳は以下の通りである。2002年の国勢調査による住民の言語別内訳は 以下の通りである、セルビア人が多数派を占める自治体はキキンダだ及び伸びくネジェバツであり、ハンガリー人が多数派を占める自治体はアダ、チョカ、カニジャ、センタとなっている。各自治体に含まれる集落のうち30はハンガリー人が多数派、19はセルビア人が多数派であり、一つは絶対多数を占める民族がなく、 ハンガリー人が比較多数となっている。1878年、キキンダに初の現代的なセルビア人の印刷書ができ、翌年には初の図書館ができた。また、テオドル、イリッチ・チェシュギャル、ニコラ・アレクシッチ、ジュラッペ・ツィッチ、ジュラヤ・クシッチなど多くの画家で知られる。1796年、キキンダではこの地方で初の演劇がドイツ語で行われた。 キキンダは建築用クレーの生産地であり、ヨーロッパ最古の粘土生産会社であるアイム DD とザ・マルコビッチの本社が置かれている。キキンダ鉄鋼所は研磨機を製造しており、セルビア内外で需要を持っている。25枚では農業機器や設備を製造しており、エレクトロンの製品もセルビア国内外で売られている。キキンダでは原油を産出しており、 セルビアの貴重な国内産出油田の一つである。ありがとうございます。